それとセンターに打つ選手が目立つような気もしますね。やっぱりあのアメリカでもそれが基本なんで、特に小さい体の人はそういう風になバッティングが多いですよね。さあスーパー見るチャンスはありましたですか。いや一度もないですね。ああそうですか、はい、振りはいいですね。そうですね、まあ、特に今シーズンずっと調子良かったですから、はい、このオフシーズンになってもまだ感覚が戻ってる感じ。さあワンアウト一塁です。あ近めのボールニヤッとしました。人を逃してしまったかなというようなバリーボンドでしょうか。っていうかね、僕も対戦するんですけど、はい、あそこには来ないです。普通はインハイ、まあ、ベルトより、はい、だからニヤッとしたと思うんですよね。あ俺のこと知らないなみたいな感じで喜んでると思うんです。この石井隆は第2戦で先発しました。 またインサイド攻め 2-3 外でいいと思うんですけども、あ奥外れた。スライダーが外れてフォアボールです。先発のホワイトソックス白くから第7戦待っていました第1号のホームラン、右中間に打ち込んでいます。待ってました松井のホームランで1対0と日本がリードいたしました。まあ、その後打つバッターもねすごいんで、なんかみんなすばしっこそうっていう感じですよね、うん、3人ともね。さあバリーボンズ、ボンズは、はい、1回目フォアボール、はい、その典型なのがこのボンズ選手ですよね。そうですね、3塁側見に行ったんですが、このちょっと故障でね出られなかったんですが、 ね、それ以外はもう万全だったと、まあ、もともとちょっとホームランをホームランを、はい、あこれはファール。どこのとにかく前人未到の500ホームラン500盗塁へ目前ということなんですが、これは打ち取ってセカンドフライ、西掴んで3アウト。バッターバリボンズ、まあ、守備方だったらガルシアパーラの方がね、行ったかな、いい角度だ、バリーボンズぐんぐん伸びる。